しめる追い詰められた二十日ネズミ今絶望の淵に立って踏切へと飛び出したそう君は友達僕の手を掴めよそう君は一人さ居場所なんてないだろう二人きりこのまま愛し合えんさ繰り返すフラッシュバックセミの声永遠に痺れてく恐ろいのキーホルダー夏が消し去った悲しいほど取り憑かれてしまう Thank you.